疲れ様でござす。さて今日はクリックが遅いからね。ね。やったぜ。ね、今ここ晩ご飯これ。うん、もう9時だよ。バスケット、ね。バスケットサッカー頑張ったな。うん、いやバスケ行ってない。行ってないか。うん、サッカー。いや、お前さっきまですげえ泣いてたんで消え直ったな。さあ、そういうわけで今日の晩ご飯は、海苔サラダ。海苔とあのアスパラのカイワレ、旬あの何水菜とあの何だっけあの豆苗の海苔サラダね。ね、もうサラダを食べておる。やめよ、お前やめてくれ、ね、ほんで卵スープサラダね。卵スープね。ほんでナスとオージービーフの焼き肉でもどうだろうね、美味しいかな。ねえ、ね、今日はこんな感じね。うん、保険として納豆と卵かけご飯をね用意しております。はい、というわけでね、早速食べてまいりましょう。せーの、よーよー、どうでやろう。はい、食べるよ。内緒でナス入って、ナスを好きになるチャンス。醤油どうしよう、置いといて。ご飯、ご飯だけ、ご飯食べないの、食べないの。食べていいよ。スープ食べる人。はーい。
終わったよ。いや、やってない、まだ、いや、まだ終わってないよ。 D ボタンで、はい、じゃあ、来るノリサラダ。ニキのシャインマスカットが一番上だ。あ、うまい。もう豆腐食べる、豆腐が食べる、豆腐が食べる、諦めない気持ちですね。うまい、食べないのに、食べてる、お肉うまいね。しかし、こっち、スマレジを使い始めました。
じゃない。クマ取りは治療、整形。クマ、たるみ取り、月額7100円から。DCB、まずは無料カウンセリング。セーフ。左。ほら、刺して戻さないの。ダメでしょ。シーム挟んだら間違いだ。すいませんでした。こっちの次。あ、こっちの。すいませんでした。あ、やべ。情報があったわけじゃないの。腰を上げる。いや、違う。見たことないな、これ。ないよね、これね。ある？見たことある？ない。あったよ。最初に来たら、右。ダメ、まただ。その保護者などが訪れ、入り口に長い行列ができていました。あれ、これ行ったことある。あるけど、それが変わったんだって。多少覚えあるけど。これないじゃん、これ。これないの。あ、口から入り、食べ物の道筋をたどることができる展示では、よし、春休みのあたり行くか。消化されるかや、内臓の位置などを学んでいました。学校休んで。この半端な残し方で。また、雪や氷について学べるエリアでは、カーリングやスケルトンといったスポーツの施設を映像で再現し、一緒に食べてあげたら。何何。やだ。人の納豆食べたくない。食べな。食べな。みーちゃん。食べな、みーちゃん。
味わえたから。ガジは得しないよ。何が？食えるこれぐらい。パンじゃないの？ワン入れる？ワン入れるって。パンあげたのにいらないっていう。しょっぱいで醤油入れすぎるんだよ。ああ体調悪い。明日朝9時の予想天気図です。北日本は気圧の谷の中で気圧の傾きが大きいでしょう。大気の状態は不安定。なんだって？明日9時の予想天気図です。北海道付近は次第に低気圧の圏内となるでしょう。明日の道内の天気です。道南方面や道東を中心に広く晴れ間があるでしょう。しかし、東北や道央の内陸を中心に湿った雪や雨の降るところがありそうです。午前中は雷を伴う恐れがあり、天気の一緒に寝たもんね。必要です。いや、夜中におばあちゃんが来るきゃ。各地の3時間ごとの天気です。道北とオホーツク海側です。雲が広がりやすく、明け方までは内陸で雪の降るところがあるでしょう。なお、夕方以降は次第に晴れる見込みです。最高気温は今日と同じくらいか2度ほど低いでしょう。ここと道央と同じです。午前中は道央で雪や雨の降るところが多いでしょう。いやでも晴れ休みは各地とも晴れ込みです。最高気温は平野部でしょう。遊びに行く、さっき約束したもん。太平洋側です。大体晴れるでしょう。天気が大きく崩れることがなく、買い物などの外出にも問題ない気温です。最高気温は平野部、西部で平野部より3度ほど高いのです。この時も駅やん。明日の風です。西寄りでやや強いことが多いでしょう。やっぱワクチン大事だな。やや高い海域が多いでしょう。紋別の海域は1メートルと多少波がある程度の見込みです。ワクチン大事。週間天気、はじめに日本海側とオホーツク海側です。水曜日から日曜日、本当かかんねえよな。日差しがあるでしょう。最高気温は金曜日の午後、平年並みの気温です。かかんないよ。毎日無敵だよ。だって手足口分もかかってないんだけど。毎日スター状態。続いて太平洋側です。みーちゃんも、土曜日にかけて晴れ間のある日が続くでしょう。みーちゃんもあったもん。 A 型だったっけ？これはまだかかっていない。平年並みか高いでしょう。そう、これまだかかったよ。みーと一緒にかかるなかった。かかった。お母さん言ってたよ。 A 型だったっけ？明日の天気です。で今回 B 型を変えたでしょう。これ何型？九州では午後を中心に雨が降ることがありそうです。あのね、インフルエンザの A型にかかって、今ここ B 型、これはだから A 型かかっても B 型もかかる。関東全域に雷注意報と乾燥注意。だからなんで笑ってんの？かかる可能性はあるんだよ。また道路には全域に雷注意報が出ています。じゃあなんで笑ってんの？話通じない。東南には強風注意報。インフルエンザの話でしょ。俺はって言うので、決定言い方の話でしょ、この人は。あ、そうなの？今インフルエンザの話をしてる。俺はって違うだろっていう。いや、納得しそうだった今。仲間。面白いな。インフルエンザの方の話してる。ずっと決定言い方だった。俺はっつってんで。こちらは全然どうなったの？やめてくれ。綺麗です。ちなみに俺が新潟かかってない。わかんないじゃん。血液がたまかんないんだから。まだわかんないんだ。なんか6000円切ってんの？6000円で見てもらえるんだっけ？あんたが言ったんだよ。血液検査6000円かかるって言ったんだ。東北地震から3ヶ月です。血液検査のお金ケチってんの？お父さんとお母さん。
そして政治資金をめぐる、なんかお前が病気になったら怪我した時分かるだろうっつって、あの、あれ、あの時にすればよかったわ。あの風4月1日コロナでしょ、各地で入社式が行われました。コロナの時血液検査しない、あれアレルギーの時、え、注射ってやつ、あ、お前はあれだ、何を、ご飯、豆腐、いいよ、何、俺何か言った何言ってない、いらないの、入学した時がコロナ禍だからね、お母さんの間ない、やっぱ自分のやりたいことを恐れずに、いろいろ挑戦して、あまり子供の作ったものを買わない、はい、どうぞ、違うのちゃん、これうるさいやつだよ、何が、豆腐だけにしないから、豆腐入ってるほら、いや、その顔ない、別れる前みたいな顔やめて、頑張ろうと思います、嫌なやつ食べれる、豆腐だけ食べないで、豆腐だけ、豆腐だけ、豆腐だけ、あの、嫌なやつ受けて豆腐だけ食べた、おたき、今日お母さんと寝なさい、ね、ああ、これはこれでいいのか、はい、豆腐、はい、豆腐、はい、豆腐、はい、これでいいのか、はい、どうぞ、ご飯があるから、どうしようってんだよ、シュピー、これ、明日病院行って見てもらわなきゃダメだね、どこで映ったな、ミミ、鼻するよ、鼻、一緒に寝たばっかりに、お母さんと、お母さんと一緒に寝たばっかりに映ってしまったな、ひときちゃん、めっちゃ俺めちゃくちゃお母さんの近くに寝てたけど大丈夫、いや、わかんないよ、わかんないよ、今、ミーちゃんの後あったかも、やだ、ミミと一緒に寝たくない、もうやだ、嫌い、なんか悪くていいな、もう遅いよ、もう時すでにお寿司だ、お寿司だよ、あ、マグロいい思いしんの、よかったら食べなさい、腹ポンポン、え、もうチョコ買えないよ、高いから、4月ご飯食新型コロナの影響で取りやめていましたが5年ぶりに再開しました、こんなんけ、大手食品店から病院連れて行ったら寝たいんだけど、うん、私がインフルエンザで具合が悪いから東京病院多分ダメなんだよね、具合悪い人が一緒に連れて行けないの、いや俺歩いて連れて行ける、おめえじゃねえ誰だろう、な、渡辺だろ、渡辺さんなんてちっちゃい子見てくれないから、教会病院でしょ、具合悪くないふりすればいいんだよ、ね、もう治りました、病は気だから、もう治りましたよ、凛としてりゃいいんだよ、凛とこって凛としてりゃいいんだよ、その時あの酸っぱいもの飲んでる、って酸っぱいもの持ってけんだよ、酢とか、なんか咳してませんかって、酢飲んでます、あんたやってこい、いいのかな、いや、あんた、あんたら、あんたらってこれ、いけるか、とことん行きたくないんだもんね、誰、行きたくない、しょうがない、いや、行かなくていいよ、だって寝てりゃいいんだよ、ウジブル、苦しいし、みんなごちそうさま、はい、ごちそうさまでした、はい、ごちそうさまでした、あっち、お疲れ様、寝る寝る寝るぞ、食った食った、寝る寝るぞ。